宝石を手に入れるんじゃない、自分の中にある原石を磨いて磨いて磨くんや。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキルティーチャーのミスターおかちです。好きな子に愛されたい、ただそれだけでした。でも作戦は全て失敗、空回りやった。もうそれどころか俺自身で俺の魅力を殺してた。そして大好きな子は去っていった。さよならって。もしあなたが魅力的な人間になりたいんやったら、今すぐやめた方がいいことがある。今日はそれを伝えたくてマイクを持ってます。いきます。俺も高校生やった。高校生の時がありました。男子校、青春時代、そういうことですね。わかると思うんですけど、やっぱりその時の男の子はモテたいんですよ。彼女が欲しいんですよ。欲しかったんですよ。月に一回近所の女子校の女の子とのグループ交際がありました。みんなでボウリング行ったり、カラオケ行ったり、ピクニック行ったり、ハイキングしたり、そんなことをするような、会です。でもね、普段男子校やから女の子と話すのが全然慣れてない。電話番号を聞くこともできず、その後に発展することもなかった。どうしたらいいんやろうって悩んでた。そんな時に彼女がいるモテ男の山さんが俺に言った。大ケツ、お前も歌を歌ったらどうや。俺もバンドをやり始めてから彼女ができたんよ。バンドのメンバーはみんな彼女がおるで。キラン、それやそれやそれや、そう思ったよ。だってな、文化祭の学園祭、卓球場がライブハウスに変わって、ステージを作って、そのステージでスポットライトがピシャって浴びる。そこで歌ってる山さんはめちゃくちゃかっこよかった。眩しかったんよ。俺もあそこのステージに立ちたい。ああいうステージに立って歌を歌ったらモテるんちゃうか、魅力的な人間になれる、そう思った。ヤマハに通う、そう決めたよ。ママに言った。僕は歌手になりたい。何言ってんねんって言われたけど、とにかく歌が上手くなりたいんやって気持ちを伝えて OK をもらえた。そしてヤマハにピッポッパ電話です。そしてヤマハにボーカルスクールがあるでしょ。あのボーカルスクールに通うことになりました。そして半年間みっちり練習、愛は勝つをめちゃくちゃ練習したよ、とにかく。そしてあのイエローモンキーとミスターチルドレン、あとユズとかね、そこら辺の今その時に流行ってた曲めちゃくちゃ練習しました。で、半年間やっぱりやったらやっただけ上手くなる、自分も自信が持てた。これならいける、これならみんなを感動させられてかっこいいって言われる、そして彼女ができる、そう思った。そしてグループ交際の日が決まりました。なんと場所はカラオケだ。カラオケだ、カラオケですよ。これ願ってもないチャンスやん。俺の土俵やん。自分が得意なことを出せる。気合を入れたよ。服もかっこいいのを着た。もうその時な、めっちゃマイブームやったエイリアンのやつがあった。もう全身エイリアンで行ったよ。それかっこいいかどうかわからんけど、とにかくエイリアンで行った。そしてカラオケ始まる、カラオケ始まるやろ。で、いきなり歌わへん、いきなり歌ったらちょっとシーンってなってしまってあかんと思ったから、ちょっといいタイミングっていうのを、こう盛り上がったタイミングっていうのを見計らって、ここやって思う時に曲を入れた。 JAM ジャムです。イエローモンキーのジャムです。あの曲なら自分のエネルギーが伝えられる、そしてあんまりキーも高くないし、人を感動させることができる、かっこいいと思ってもらう、そんなことができるんちゃうかと思って入れました。そしてドキドキマイクを持ちます。儚さに包まれて、切なさに酔いしれて、影も形もない僕は決まった。自分の全てが出せた。この半年間おもんなかった腹式呼吸の練習とかボイトレとか一生懸命やった、その成果を出せた。
そして曲が終わる。じゃあ大きな拍手をもらえました。スタンディングオベーション。お前歌うまかったんや。岡崎くんかっこいい。この曲誰の曲？あ、イエローモンキージャム。わ、そうな、この曲好きになったよ。いい曲教えてくれてありがとうよ。早速今日伝えに行くよ。ありがとうね、ありがとうね。あ、終わり。もう終わりです。もうザッツイットです。そこからなんかなんやろ、もうなんか横の女の子と話してるし、違う曲を入れようとしてるし、で曲始まった。で俺座る。終わりました、俺の舞台。え、これで終わりなんて。なんか電話番号教えてとか、もっともっと話しかけてくれるんちゃうんって思った。でも終わってしまったんよ。結局その時も誰の電話番号も聞けずに、次のデートに発展することもなかった。あれって、もっと歌上手くならなあかんのかな、どうしたらいいんやろう。そういう風に思ってたら、また山さんが言うてくれた。大傑、お前な、女の子には優しくしなあかんでって。いつも笑顔で元気よく、これが一番大事やねん。そう言ってくれた。確かに。俺は自分が好きな曲を選んで歌ってた。そして女の子の顔も見ずに、目を合わさずに、緊張して笑うこともなしに話してた。だからあかんかったんや。そう思った。だから決めたよ。これからはいつも笑顔で元気よく優しくする。そう決めた。そうするとな、びっくりするぐらい変わっていったよ、世界が。なあ、優しくして女の子の話を聞いて聞いて聞いてたら、向こうがね、たくさん話しかけてくれるようになって、で俺のことも聞いてくれるようになったんよ。そして女の子の友達がたくさんできました。電話番号も交換して、一緒にボウリング行ったり、一緒に京橋のなんやろ、でっかいビルの夜景とか見に行ったりさ、そしてデートとかもたくさんした。これでいいんやって。優しくして笑ってたら女の子にモテるんやって、愛されるんや、魅力的な人間になれるんやって。簡単やんって思ったよ。なんかテレビゲームの攻略本を手に入れたかのような、うわうわ、これで俺は人生バラ色だ、そう思ったよ。そうして彼女ができました。彼女ができたよ。彼女ができた。あのショートカットで広末涼子に似てる女の子、色も白くて笑顔がチャーミング、めちゃくちゃ可愛い、というかど真ん中、僕のど真ん中の彼女でした。すごいよ。でもね、ど真ん中すぎてさ、やっぱりな、嫌われたくないよ。だって会えば会うほどめちゃくちゃ好きになってる、いくもん。その自分が分かった。好きになればなるほど絶対に嫌われたくない、振られたくない、そういう気持ちがでかくなった。だから俺はいつもこの子のために笑顔で元気よく優しくする、そういうスタンスを決めてその子と付き合った。その子からメールが来たらすぐに返信、もちろんニコちゃんマークをつけて、そしてなんか寂しそうにしてたら、大丈夫だよって優しく寄り添って、そして会いたいって言ったら自転車で会いに行ったよ。そして仕事で困ってることがあったら相談も何時間でも電話で聞いたな。そして優しく笑顔で元気よく、いつも励まして、いつも応援して、いつも味方でいてあげた。そして12月電話があった。はい、もしもしって。別れたい、もう別れよ。切られた。え？ガビーン！いや、ガビンちゃうよ。ガビンなんて言う言葉なんか出てこへん、その時。え、なんで？え、優しくしてたやん。いい人やったやん。いつも笑顔で元気づけてたやんか。怒ったこと一回もない。なあ、ムカついたけど、ムカつく顔に出したことない。一度たりともないのに、何があかんかったんや。もっと優しくしなあかんのか。もっと笑顔でいなあかんのか。もっと何か偉い人、何かを手に入れて、何か別の人にならなあかんのかって、そう思ったよ。それから、10年間、30歳になるまで、両手で数えきられへんぐらい、恋をした。彼女ができた。恋愛したよ。でも、どれも、長続きせへんかった。やっぱ俺はあかんねや。このままの俺はあかんねやって。もっともっと成長しなあかん、もっと偉くならなあかん、もっともっと別の何かを手に入れないとダメなんやって、そう思った。
でも今やからわかる。なんで俺がモテへんかったのか。それは何かを手に入れたらモテると思ってたから。何か別の何かに変身したらみんなから愛されると思ってたからや。いい大学に行った、いい会社に就職した、歌えるようになった、踊れるようになった、そしてみんなをマネジメントするリーダーシップを身につけた。いい人を演じて、いつも笑顔でいつも優しくてやっていた。その結果どうなったよ。もちろんちょっと好きになってもらえた、好きになってもらえたけれども、それは一瞬やった。しかもその好きになってもらえたのは本当の俺のことじゃないねん。カッコつけてた俺や、背伸びして出た俺や、いい人を演じてた俺や、自分の気持ちに蓋をしてた俺や、本音の自分なんか一度たりとも言っていない、そんな俺じゃない俺やった。本当の俺のこと見てくれてなかった。本当の俺は愛してもらってなかった。いつもしんどかったよ。だっていつも笑わなあかんやん。楽しくない時も面白くない時も怒ってる時もその気持ちを我慢して蓋をして、ずっと背伸び、ずっと厚化粧の状態です。そんな状態でいてたから本当の俺自身はどっかに行ってしまった。俺自身の魅力は消えてしまってもうなかった。だからあなたに伝えたい。あなたの魅力はあなたも持ってる。すでに持ってる。生まれた時から生まれつき持ってるね。自分が気づいていようが見えていようが見えていなかったとか関係なく、その魅力であったり輝くものは持ってるね。それが何かは分からへん。足が速いこと、そして絵を描くのがうまいこと、そしてみんなとコミュニケーションできること、アプリを開発すること、何か分からへんけど、今から何かを手に入れなくても別の何かにならなかったとしても、もうキラキラする魅力はあなたは持ってるね。あなたの魅力がなくなる方法、それは簡単です。魅力的になろうとすること、何かを手に入れようとすること、何かに変身しようとすること、自分の思ってることに蓋をすること、気持ちを言わないこと、我慢すること、押し殺すこと、そしてあなたがあなたのことを嫌いになること。以前の俺がそうやった。どんどん魅力はなくなってったよ。魅力ってもんはここにない、ここにないね。ここにあるんです。ここに、外側にあるんじゃない、ここ内側、自分のここにあるんです。だからもっともっと自分を見る、自分と向き合う。宝石を手に入れるんじゃない、自分の中にある原石を磨いて磨いて磨くんや。あなたがあなたを愛すれば愛するほど、あなたの魅力が周りの人に伝わる。何かを手に入れなくても、何者かにならなくても、今のそのあなたを受け止める、認める、好きになる、愛するね。俺はあなたが最高のあなたを表現して自分らしく生きることを心の底から応援してます。はい、そう、中高男子校で全然ね、やっぱりこうモテなかったですよ。でやっぱモテる子がいるわけで、その子と比べてしまうんですよ。あの子と比べて面白い話ができへん、あの子と比べてスポーツができへん、あの子はギターができて俺にはできへんって、人と比べて人に持ってるものを求めてしまってた。だからモテなかった。だから愛してもらえなかった。それが39歳になって1万人の人と向き合ってきてようやく分かった。だから今日はマイクを持って伝えたい、そう思ったから動画を撮影してます。魅力ってもんは外側になるんじゃない、自分のここ内側にある。もっともっと自分の内側と向き合ってみて、その原石を見つけて磨いて磨いてたら、あなたは光り輝く。俺はそう信じています。ちょっとでもこの動画が元気になった、ためになったっていう方がいたら、高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。
あとこのチャンネルでは今回のようにもうとにかくあなたの生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信していきたいと思ってます。よければ最新動画を見逃さないためにチャンネル登録してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、以上です。そんな感じでワンダフルな一日を。さよなら。俺はスターだ。